テンポ、2テンポ置きますがシュートブロック、そしてここはファストブレイクを見せていくゴーダレイからアイラブラウンダンクだ。アイラブラウン、かわして竹内に合わせる。昨日はスリーポイント2本決めました。中に入れてデンプ、ここは単独前になってアイラブラウンがボールを見てショーン・オマラー、そしてここはジョンソン自らアタックに行くが、さあ今度は拾った、ここはファストブレイクを見せていく、うまくかわしていった、レイアップだ。鈴木でした。松井のところ、おっとアイラブラウン、そしてターンオーバー誘った、完全にフリーになったアイラブラウンのダンクだ。素晴らしい。ジョンソン、これも竹内ジョンに手が出た。さあファストブレイクを見せていくか、ショーン・オマラ自ら行ったダンクだ。振ってからアイラブラウンフリーになった、決めた。よく最後までボールを回しました大阪。鈴木達也、竹内ジョージのスリーポイントシュート、出れないんですよね。アイラブラウンに入った、あーギリギリのところタフショット決めていきました。アイラブラウン、ブライス・ジョンソンがこのシュート失敗、そしてファストブレイクを見せていく大阪。鈴木からアイラブラウン振ったところ、橋本スリーポイントシュート決めた。勝利というこのブースターの願い届くかどうか。オマラに入った、そして最後アイラブラウン、うまくオマラを見ていました。大阪のオフェンス、ニュービル、ニュービルミドルシュート決めた。これは大きい。ようやく今日の初スコア、ニュービル。